お久しぶりです。はい、お久しぶりです。1年ぶりぐらいですね。そうですね。今日はですね、実は今日私大集合のT シャツじゃないんですよ。あ、本当ですね。こうなんですかね、フォーマルな感じで今日インタビューをさせてもらいたいなと思うんですが、リーダー佐々木隆さんにフォーカスを当てまして、プロレスもちろんお話は聞きたいんですけど、リーダーとしての佐々木隆さんをぜひ今日はねお話をお伺いして。でコロナ禍でさまざまな苦労されたと思うんですけれども、そうですね、いっぱい苦労しましたね、たくさん新しい経験もしたと思うんですが、そんなエピソードも含めてね、お話をいただいて、なんか私は、すごく今、佐々木隆さん、もしくはフリーダムズさんは、なんか乗ってる感じがすごく私はしていて、本当ですか、コロナのこの状況がマイナスだったんだけれども、フリーダムズさんにとっては、なんかプラスに作用しているような、そんな感じがするんですよ。でもそういう会社って、探せば多分まあまああると思うんですよ、ね。うちの会社もそうです。乗ってるんですね。乗ってるというかプラスになんか作用したところが多くて、やっぱりね準備をしてきたこともそうだし、あと緊急事態宣言の時に、やはり何を我々はしてきたのか積み上げてるのか、準備をしてきたのかというところが、やっぱり今これからのね、戦いに差が出てくるんじゃないかなって思うんですよね。そうそう。なので今日はリーダー佐々木隆さんね、ちょっとその観点でお話をいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、フリーダムズの佐々木隆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。というわけで、まずですね、緊急事態宣言が4月ですね、ゴールデンウィークまたいでですね、ゴールデンウィークまたいでありましたと。でその前後から前からね、その前からコロナがね流行り始めて、もう大変な状況になったんですけれども、その間ですね、緊急事態宣言の時にそのフリーダムさんもしくは隆さんとしてはどういう活動をされたんですか？そうですね、3月の上旬の大会、3月上旬6日だったかなに新木場大会があって、そこはもうコロナが完全に流行り始めてる時で、僕もリング上からじゃあマスクをしてくださいとか、熱測りますよしてないかまだ、それでいろいろこう声掛けをしながら大会をとりあえずやって、でその次が翌週に大阪大会かなんかあって、で最後月末に後楽園大会があったんですね。それ私見に行ったんですよ、確かにね。あ、違います、それが中止になった後楽園。ああ、そういうことか、そういうことか。で多分来てたのは2月ですかね。2月かな、あ、そうだ2月ですかね。でその東京都からその3月の新木場もちょっとドキドキしながらやってたんですけど、大丈夫なんかなとか思いながらドキドキしながらやってて、で大阪大会はもうこちらからじゃあとりあえずこちらっていうか、プロモーターはまた別にいたんで、その方がただ中止にするって判断をしたんで、でじゃあ次は後楽園だなって、後楽園まあそこそこチケットも売れてるし、まあぜひともやりたいなって思ってたんですけど、大会3日前ぐらいになって、後楽園ホールのスタッフが、大会を中止にしてもらえませんかという話があって、なんでですかって最初もう食いついたんですけど、東京都から興行ごとをやめてくれという要請が来てます、後楽園ホールに。で後楽園ホールとしてもそれを無視はできないので、後楽園ホールもとりあえず決まってる大会申し訳ないけど中止に全部したいと思うって話をされて。でマジかよと思いながら、でもそこのチケットも売れてるし、もうカードも決まってるし、もう全部発表もしちゃってるし、もうこれ今更なしなんかできないよって思って、それは後楽園ホールで時期に言われたんで、って思って、で事務所に戻ったら、事務所に見たこともない東京都防災部防災管理課っていうところから封書が届いてたんですよ。なんだこれは、なんかこんな防災なんちゃらなんて何も知らないぞと思って、ハサミで開けて中の紙を取り出したら、そこにも東京都からそういうイベント興行ごとを全て中止してください、開催しないでくださいっていう内容の紙が届いて、これはいよいよもうダメだなって思って、もうほんと後楽園大会3日前ぐらいに、2日前3日前かなに中止を決めて、でそれでもう今度は払い戻し対応ですよね。要するにチケットは販売されてしまってますからね。そうですね、はい、それを払い戻しなきゃいけないという作業が、はい、まあそれこそコストもかかりますでしょ。そうですね、郵送したりなんかしたりで、その時点で僕はフリーダムズメンバー全員に一斉に連絡して、まあ、当然後楽園ホール中止になった、コロナのあれで大会ができない、だけど大会当日は全員後楽園ホールに来い、あ、写真が上がってました、はい、って言って、全員後楽園ホールに集めて、で後楽園ホールの5階エレベーター上がってすぐのところに受付を用意して、そこでチケットを持ってきた方には全部お金を返金払い戻しして、でそれ一応シャッター閉めれば中見えないようにしておいて、あとせっかく来ていただいたのでちょっとした粗品がありますのでよろしかったら中の方へどうぞって言って、中に入っていったらフリーダムズのメンバー全員で待ってる。メンバーが粗品で、まあソーシャルディスタンス取りながらみんなでじゃあ記念撮影をしましょうっていうのをやったんですね。それはファンは大喜びですね。喜んでくれましたね、皆さん、はい、すごい喜んでくれて、でそれをした上で、でもそれではやっぱり全員は来なかったので、あと今度はチケットを事務所に郵送してもらって、そこに振込先も添えてもらって、で届いたものを銀行にて払い戻すっていう作業を全部うちの嫁が全部管理して、で管理してその振込先を記入したものを僕が受け取って、僕が銀行に行って全部こうやって一件一件払い戻すっていう作業をやりましたね。わあすごいな。毎日事務所銀行事務所銀行事務所銀行の毎日でした。毎日で。でグッズもそうですね。緊急事態宣言の時はそれで興行ができないってなって、いわゆる収入が何もないっていう状況の中、グッズ通販サイトが前からあったんですけど、そんなにちゃんとやってなかったんですね、正直。とりあえずあるよぐらいで、でもそこをちゃんと中を整理してこんなものが売ってます、またなんか DVD のセットを作ったりとか、あとこれを買うとなんか選手の私物がついてきますよとか、いろいろ、あと杉浦マンステッカーがついてくるよとかいろいろ考えてやったら。もう今までの通販サイトが機能してなかったんですけど、今までの通販サイトの売り上げのほんと丸1個は優に違うぐらいの売り上げが、注文ですよねが届いて、それも結局全部嫁が管理して、嫁が全部メールの返信とかしつつ梱包して、で僕が郵便局に運ぶっていう。はい、なので役割分担をして、事務所銀行事務所銀行事務所郵便局郵便局銀行みたいなこのトライアングルがで、それの合間合間を見つけて、ジムもやってなかったので、自宅にある筋トレセットがあるんで、それで自宅で筋トレして、でまた郵便局行ってみたいな。であとうちマンションなんで、マンションの非常階段を1階から最上階が14階なんですけど、そこまで非常階段を毎日走ってましたね。すごい、すごい。多分同じマンションの人でなんかタタ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 タって「また来たまた来た」みたいな「何なんだ毎日この時間は」みたいな「忍者か」みたいな、そういうふうに思われてた方はもしかしたらいるかもわかんないですけどね。なんかね、私今日佐々木さん1年ぶりぐらいですよね、お会いしたのね。そう、多分1月とか、はい、多分そうだと思いますですよね、はい、最後がね、確かで、その時の佐々木武さんと今の佐々木武さん、なんか顔色が違うんですよ。顔色がね、すごくいい感じです。あ、本当ですか。要は、コロナになる前って、やっぱり地方大会もいっぱいあったし、もう試合、トレーニングもそうですけど、結局地方回りだったりご挨拶回りだったり、いろんなことがあって、もうほぼほぼ、寝る時間もない、練習する時間も取れないみたいな日々だったんですね。それが緊急事態宣言になって、ぶっちゃけこう地方に行く用事が全くなくなったんですよね。行けなくなったんですね。地方大会もないし、で地方にも遊びにも行けないし。でステイホーム、家にいるとなったら出かけるとしても銀行か郵便局、グッズを通販郵送するか、銀行で払い戻すか、あとは自宅にいたんで、自宅で筋トレとその非常階段ダッシュそれしかなかったんでむしろなんかコンディションが良くなったんですよ。ああ、なんかそれは聞きますね。はい、体調がすごく良くなって、あとかつ緊急事態宣言がかかってから今まで付き合いで結構飲んでたお酒を一滴も飲まなくなったんですね。僕家にいたらお酒飲まないんで一滴も飲まなくなって、で、まあ、それを解禁したのは、今年6月に、うちの長男が20歳になったんで、20歳のお祝いに家で缶ビールを一缶だけ半分こして飲みましたけど。あ、そうか、好んで飲まない人なんですね。家では全く飲まないですね。なので本当に1月は多分付き合いがいっぱいあったんですよね。でも2月3月4月5月6月の中旬ぐらいまで本当全く一滴も飲まずに、相当健康的な生活、体が健康になったんですね。そうですね、はい。だからまあ本当この試合ができないっていうのをむしろプラスにしなきゃってやっぱ常々思ってたんで、そういう意味でまずはコンディションを整える。で、多分この試合ができない間があったことによって僕はその逆にプロレスラーとして長生きさせてもらったかなと思うんですよね。なんかね、プロレスラーの中でこんなこと言うと失礼かもしれないですけど、なんかね、以前お会いしたのに胸板がすごく熱くなってる感じがして練習時間がいっぱい取れたし、逆に休む時間もいっぱい取れたし、まあ、家にいればもちろん嫁が料理をしてくれるんで手料理毎日食べて、で外食もなくなったし、なんかなんですかね、プロレスラーとしてなんつこう長生きするきっかけをくれたかなとは思いますね。あとね、今まで痛めていた箇所とかね、癒すこともできるし、それもだいぶ良くなったと思いますし、だから僕も変な話、コロナが来てもちろん良かったなんてこれっぽっちも思わないですよ。そんなことを口が裂けても言えず、それで亡くなられてる方もたくさんいるんで口が裂けても言えないですけど、でも僕はコロナが来たことのをマイナス面をマイナスだけじゃなくてプラスにたくさん転換できたかなとは、選手としてもそうですし、そうそうでプラスに転換をした。私は好事例というか、一番の事例がそれこそ新木場ファーストリングでコロナ明け一番真っ先にプロレスの業界の中では試合をしたっていうことだと思うんですよね。そうですね、はい、あの時もそれこそチャレンジャーじゃないですか。相当勇気はいりましたよね、はい、一番だからね、はい、何にしてもそのコロナで、コロナになってしまって、はい、一番にそのね試合をやるって、まあ感染予防もそうですけども、はい、そういったことも含めてみんな最初初めての経験ですよね。そうですね、正直その、緊急事態宣言がかかってる間の数ヶ月間は、本当リアルな話、合同練習も一回もやってないんですよ。もう合同練習も一回もやらないで、とりあえずもう家にいろ、もう外出するなっていうのを選手にずっと言ってて、で緊急事態宣言が解除されて合同練習再開したんです、で再開して選手がまあ全員じゃなかったかもしれないですけど、大体集まってる中ですぐ僕はみんなに興行再開しようと思うですぐみんなに投げかけたんですよ。っていうのも、その時点ではまだあれだったんですけど、もうすぐにでもやっぱ再開したいっていうのをみんなが「おいやろうやろうすぐやろう」って言ったんですけど、じゃあ やるぞって日程決めるからなって言って解散した後に一人一人また一人って本当に再開していいのかなってLINE が不安になるわけですよね。その時は勢いで「よしやろう」ってなったのに一人になって電車の中とかで。これ今やるべきなのかな、本当にこれいいのかなってやっぱみんな不安になりかけて、逆にこう批判の対象になるんじゃないかとか、またクラスターをプロレス会場で発生させてしまうんじゃないかとか、そういう不安がすごくみんなもやっぱあって、もちろん僕もそれなかったわけじゃないんですけど、でもやっぱりまずそのライブでプロレスを体感できる場っていうのをまずいち早く、はいはい、戻したい、復活させたいっていう思いがあったんで、うんうん、でそれの時にはって思ったのが、うん、その3月に届いた東京都の防災部防災管理課っていうところからの興行を中止しなさいっていう封書なんですね。で嫁に「あれどうやった!」っつって「そこにあるよ」って言われて、で見たらもちろん東京都何区何ちゃら何ちゃらで電話番号、ファックス番号って書いてあるんで、でそこに速攻電話して、で向こうの人に緊急事態宣言解除されたじゃないですかっつって、うちプロレスやってる会社なんですけど興行再開したいんです、どういうふうな形だったら再開してもいいんですかっていうのを聞いたんですね。そしたら向こうもすごく丁寧に会場はどれぐらいの規模を考えられてますか、でどれぐらいの集客を考えられてますかっていうところから、じゃあ集客数は3分の1に抑えてください、あとじゃあこういうこと、消毒とか検温とかそういうのを気をつけてくださいといろいろすごいアドバイスもらって、でその上でじゃあそれにのっとって再開させていただきます、ありがとうございますって電話を切って、でまたみんなに一斉に東京都から許可もらったぞっつって、東京都から許可もらったからもうこれはやるしかない。ちなみにそこに行く前に、はい、他のメンバーから「今本当にやっても大丈夫なんだろうか」ってメッセージいただいた時に、はい、揺らぎませんでした？あ、ちょっと揺らぎましたそれはちょっと揺らぎました、はい、そんな例えば選手が 100% こう情熱かけて、俺はここしかないんだっていう気持ちでやれる試合と、今これ俺やっていいのってどっかに引っかかりながらやる試合じゃ絶対何か違うと思うし、見てる人にもやっぱそれは出ちゃうと思うので、なんでもう選手たちにやっぱ 100% 今はもう俺らここでプロレス見せるしかないっていう気持ちの中でやってほしいなと思ったんで、でそれを東京都から許可をもらったから、でそれにのっとる準備は俺がするから、もうみんなで試合再開しようって言ったら、みんなが「ああじゃあそれなら大丈夫だ」って、みんなも自信持ってくれて。ですぐ新木場電話して「いつ空いてますか?」って言ったら1週間ぐらい空いてたんですね。じゃあそこって言って、でも準備期間なんか何もないんですよ。もう慌ててバタバタ。やっぱそこで私リーダーとしてね、私大事だなと思うのはぶれない気持ちだと思うんですよ。要するに選手に不安を与えてしまうと、やっぱりそれがまた返ってくるから余計に不安が増幅しますよ。だからそこで高橋さんがブレずにやるぞっていうことを決めた時に、もう行動に移してるから、そこがやっぱり選手がやれるっていうふうにもう確信を持てたんでしょうね。それはやっぱりブレないっていうのが大事ですよね、やっぱりね。でね、新木場で取って、新木場取ってで、いろいろ言われた通りの消毒とかもマスクももちろんいろいろ準備をして、でソーシャルディスタンスも取れるように、駐車場あるのに駐車場に車を1台も置かないみたいな、そこをお客さんの待機場所と思えば、そこに距離を取れるように車を「お前ら申し訳ないけどどっか止めてきてくれ」っつって、だからそういうのいろいろあるし、あと換気扇回しっぱなしとか、あと休憩時間も取らずに興行時間を短く簡潔にやるとか、あとシャッター開くんで、新木場さんはあそこを開けて一斉にお客さん帰ってもらう。ああなるほど。帰る時はあそこシャッターバーッと開けて一斉にバーッと出られるようにした。1個のドアだけ、あそこから100人出るってなかなか時間かかるんで、シャッターウィーンって開けると、あとごちゃごちゃにならないように規制退場とかですね、そういうのもいろいろ考えて、最初の方はもうグッズ売店すら置かなかったです。もう100人限定だから、正直100枚売り切ったところで、100枚のチケットは 2、3 分でなくなったんですけど、100枚売り切ったところで何も収益なんかないんですよ、正直。でかつちょっとせっかく100枚取れて手に入れれたお客さんのためにちょっとワクワクさせてやろうと思って、対戦カード当日発表にしたんですよ。対戦カード当日発表で限定100枚だから、お客さんもあフリーダムズ所属税でなんか2、3試合やるぐらいかなみたいに思ってたみたいで、したら今から興行開始しますって言った瞬間にかかったのがバラモン兄弟の曲だった。いきなりそれかっつっていきなりそれかみたいな。それをお客さんがうわーってなって、でもバラモンの他にも藤田稔とか武田正史とか他のフリーの選手もいっぱい出て、それでなんかここまでやってくれたみたいな感じですごく盛り上がって。いやもう要するに一番先に業界でそのコロナ系試合をやったっていう、はい、その効果ってものすごくってそれこそ試合に飢えているんですよね。そうですね、見たくて見たくてしょうがない人たち、はい、飢えてる感はすごかったですね。そうで真っ先にやってくれたから他の団体にいつも行ってる人たちが一斉にうわーって来たんだと思うんですよ、はい、だから常にフリーダムズを見ているコアなファンももちろんいるんですけど、それ以外のファンも一斉に見に来てくれて、ああここまでやるんだ、あ面白い試合見たって興奮して帰っていったと思うんですよね、はい、でその方たちがその後のその興行のお客さんになっていったっていうのも一つあるんじゃないかと思うんですよね、はい、それだと嬉しいですね。 それがね、私やっぱり先行、要するに、はい、よくこういう業界ではブルーオーシャンっていうんですよね、はい、要するに競合がいない状態、はい、でレッドオーシャンは競合がいっぱいいる状態なんですよ。でコロナになったおかげという言い方ですけど、コロナになったのでブルーオーシャンになったんですよね。競合がいない状態になっちゃったわけですよ、はい、でそこにフリーダムさんが先行でバーンってやったもんだからブルーオーシャンに人がうわーっと集まってきたんですよ、ね、これはねすごい効果だなと思いますよ。で新しいお客さん、初めてフリーダムズを見るお客さんも多分中にはいて、はい、いたでしょうね、うん、でそのお客さんが「うわすごい試合だな」って「でこうするな」って言って、その次の試合も次の試合もっていう形に多分なっていったんじゃないかな、はい、であれですよね、その後の試合も、まあ、満員が続いてますよね。満員続きましたね。ですよね、はい、うん、まあコロナでね制限をされてるとはいえ、あとやっぱ活動をやっぱ真っ先に再開したんで、他の他団体さんからもちょっと勉強があったら見させてもらっていいですかっていう問い合わせは結構あったんです、ただお客さんを制限して入れてないのに関係者がズワーッと来て密になるのはこれはもう論外だなと思ったんで、一応申し訳ないけど、一応ご説明はするんで、来場はちょっと申し訳ないけどちょっとご遠慮くださいっていうふうにして、あといくつかの団体にうちはこういうの気をつけてます、こういうの取り組んでます、こういうのやってませんとか、そういうのをいろいろ説明しましたね。だから先行してやるとその周りの他の団体は経験しないわけなんで、はい、学びに来るわけですよね。でもそれは僕がその東京都防災部防災管理課から学んだことなんで、それは僕がそこから学んだ以上は、逆に他の団体にもそれを広めて、プロレス界のためにならなきゃいけないなと思ったんで、これはすごい。これはすごい、はい、だからこその真っ先の再開ですね、はい、真っ先にやるってでもすごい決意ですよね、そういう意味ではね。まあ勇気は入れましたけど、やるなら一番かなって思った、はい、やるならやっぱ一番、でもなんか今の佐々木隆さんのそのリーダーとしての姿勢がそこにね私はなんか出てるなと思っていて、はい、でその1月でしたっけ、はい、GCW に行きましたよね。あ、2月ですね。2月にね、はい、あれもうコロナがもう流行り始めてる頃にもう来てます、はい、ね、GCW 行って、はい、でもうあのニュースを私は見た時に、はい、うわ攻めてるなと思いましたもん、はい、もう本当刺激を受けました。そうですね、成田空港行ったらちゃんともちろんマスクとかしてたんですけど、最近中国行ってますかとかいろいろ調べられて、まあ行ってません、当時中国はね舞台でね、行ってませんみたいなのがあった上で載せてもらったりとかしたんですけど、ただあの時アメリカに着いたらもうマスクなんて誰一人してないんですよ。いやいやいや、そう当時そうだったんですよね。誰一人してないし、あと普通にみんなでなんかワイワイ飲んだり食ったりとかしてて、そのコロナを気にしてる感とかアメリカでは特にやっぱなかったんで。試合ももうお客さんがみんなマスクもせずこんなんってすげえ盛り上がってもう GCW ってやってたんで、すごいなんかアメリカはやっぱこんな感じなんだと思って、ちなみに行く時は躊躇しなかったですか？あ、しなかった。海外渡るっていうのは 100% しないって言えば嘘かもわかんないですけど、ほぼなかったですね。一応気をつけでいれば大丈夫かなっていうぐらいで、まあでも何か新しいことをする時ってやっぱりリスクはつきものですからね。そうですね、いやでも本当に攻めてるなと思って、でその前に GCW のメンバー来てますもんね。そうですね、2月に来てますね。来てますもんね。で興行合同公演やってね、でもう相当盛り上がったんじゃないですか。盛り上がりましたし、本当それこそこのコロナがなければ今年の夏はオリンピックイヤーじゃないですか。オリンピックイヤーだったんで、2月に GCW が来て、まあ大盛り上がりで帰らして、で僕は2月にまた行ってるんですけど、2月に行って、まあ向こうでフリーダムズフロリダ大会の PR をして、もうあ、そうだ、そういうことある、そうですよね、拙い英語でもう俺は2ヶ月後ここにまた帰ってくるからな、カミングスーンっつって帰ってきたんですよ。そしたらその4月のアメリカ遠征もコロナで中止になって、はい、でフリーダム所属全員分支払った飛行機代が全額帰ってこないっていう。帰ってこない？あ、そうか、直前だったから。いや、なんすか、よくわかんない手数料だなんだって言っていっぱい引かれましたね。あ、本当ですか。半分ちょっとしか返ってきてないです。まあもうしょうがないですけどね。まあね、いやでもすごい、全員ですフリーダムで遠征するっていうのは、はい、ね、すごいコストもかかりますけど。そうですね、コストもでもそれもやっぱり。僕らが GCW をあれだけ迎え入れてやったから、今度は GCW が、フリーダムズがアメリカに遠征に来る手助けをしたいみたいなふうにちょっとおとぎになることを言ってくれて、それでじゃあやるって決めてやることにしたんですけど、はい、いやでも本当チャレンジしてますよね。だってメキシコもだってそうですもんね。そうですね、行ったり来たりするし、だから本来は、本当オリンピックをやってる頃に、もう GCW からとか、メキシコからとか、あと僕台湾もつながりがあるんで、台湾もそうですよね、はい、いろんな国からいろんな選手を呼んで、あとオーストラリアとかもあるんで、いろんな選手を呼んで、なんかデスマッチオリンピックみたいなのをやりたいなって企んでたんですよ。そう、夢が広がる。はい、デスマッチオリンピック最高っすね。そしたらもうまさかの外人を全く呼べないっていう。まあでもこれはいずれできますね。はい、もう今年、来年がもうオリンピックになるんだったら来年でもいいかなと思います。まあ本当に呼べる状況になればですね。これでも箱、大きい箱用意しないと。そうですね、はい、ちょっと後楽園でもちょっとしんどいかなと思いますね。どうでしょうね。だからそういうこといろいろ日々企んでます。いやもう夢がある、聞いててワクワクするワクワクね。というそのまあ高橋さんはまだ実家がないとおっしゃいますけど、はい、私はもう本当にもう上り調子というか、もう本当にこう乗ってるなという感じがするんですけど、まあ、そういう魅力のある団体にはやっぱり人が寄ってきますよね。はい、そう山下里奈選手も大活躍じゃないですか。はい、いやむちゃくちゃ活躍しますね。ですよね。まあもう彼女がリング上がるだけでもお客さんが一気に「もう山下頑張れ!」っていう、もう会場が一つになるんで、そういう力ってすごいなと思います。すごいなと思いますね。で血だらけになってやりますでしょ、彼女も。で倒れても倒れても立ち上がってきますでしょ。そうですね、あれまさにプロレスの真髄というか、そこで勇気もらえますよね。あと作田選手が大日本離脱してこちらに入ってきてますし、植木選手もこの間来てましたね。来ましたし、で作田選手と植木選手が改めてタッグを組むことになった。そうですね、これはまた楽しみな。そうですね、まあうちに上がりたいっていう気持ちがあって、こうやって乗り込んでくる若い選手、まあやっぱね、せっかくみんな苦労して痛い思いして、しんどい思いしてレスラーになった以上は、やりたいことをやるべきだと僕は思うんで、そのやりたいことがフリーダムズにはあるって思ってきてくれたんであれば、もう僕は嬉しいしウェルカムだし、もう逆にもう思う存分やってみろって感じですね。やってもうフリーダムズファンを盛り上げて楽しませてみろっていう、お手並み拝見って感じですね。あ、なるほど。デスマッチの層が、デスマッチをできる選手の層がむちゃくちゃ厚くなってますよね。そうですね、はい。これは今年の初めに予想してました？全くしてないですね。あ、でもコロナそのものは予想できなかったですよね。はい、とはいえ、僕はもう今年の頭はもうデスマッチオリンピックしか頭になかったので、はい、でそれができねえじゃんって思った時に、まさかこういう他団体を辞めてきた選手とか、まあ、もしくは女子の選手が女子のデスマッチ戦線でここまで目立ってくるなんて、だって男性の中の一人ですよ。とても想像できなかったですね。ですよね。完全にお客さんの心使いましたよね。そうですね、びっくり。もう会場支持率で言えば葛西と並ぶんじゃないですかね。かもしれない、すごいですよね。なるほど。まあ今ね、その 2AW との対抗戦もやりつつ、でなんかこう変化をすごく、その常に変化をこう起こしてる感じはしますけど、もうそろそろお時間なんですよね。どうなんでしょう、やっぱり新しいことにこうチャレンジするというアイデアがどんどん湧いてくるんですか、今。そうですね、うん、まあ、本当に、新しいことにチャレンジっていう意味で言えば、うんうん、それこそ昨日ですかね、発表した、うん、葛西潤の映画。あ、そう、映画。はい、もうこれはまたすごいチャレンジだ。僕結構いろんな業種の方とやっぱ会ってコラボして、いろいろこんなことやりましょう、あんなことやりましょう言うんですけど、うん、そんな中で本当全く異業種でコラボして、でこれが形になったものとしては映画ですよね。はい、これはやっぱり大きいかなと思います。これドキュメンタリーですよね。ドキュメンタリーです。はい。で葛西潤を追いたいってなって、それでまあ。一応これ株式会社プロレスリングフリーダムズね、弊社も映画制作共同なんとか会社に入ってるんで、いや映画の制作費払ってるんですよ、100万円を。すごい。なのでこけたらやばいんです。皆さん分かってますね。みんな見に来てください。ぜひ来年5月に公開したらもうぜひ見に来てください。公開する会場というか映画館は限られてるんですよね、多分ね。いや最初は新宿と大阪心斎橋でスタートして、そこから全国。あ、全国で。ですね。はい。なので大体どこに、日本に住んでれば大体どこでも見れるかなと思います。映画館で一通りね見れた後のこともいろいろ考えてるので、ビデオだったり DVD になるのか、そういう動画配信にするのか、それも含めていろいろ考えてるので、もうプロレスファンを名乗るのであれば、もうぜひ一度とは言わず二度も三度も10度でも見てほしいですね。ですよね。おそらくアマゾンとかそういうところでもね、アマゾンプライムとかね、いずれかも配信されるような感じになるんでしょうね。そういう会社さんとも一応提携してるんで、いや広がりますね。広がりますね。これはあれですか、やっぱりそうしたいと思ったりとか、何かこうそういう話をそういう関係の方に持ちかけてるんですか、それとも向こうから来るんですか。ぶっちゃけ両方ですね。やっぱ葛西潤もそうですけど、デスマッチファイターってもう特殊極まりない職業だと思うんで、それをやっぱ世の方に知ってもらいたいし、リングで血まみれで戦ってる部分だけが全てじゃないんで、その後じゃあ控え室でどうなのか、じゃあ家に帰ってどうなのか、そういうところまでやっぱりファンの人は見れないじゃないですか。だけどそこを知ってほしいなっていうのもあって、でそういう、例えば葛西潤なら葛西潤でも一応そういうを題材にした映画みたいのを作れないかって話はいろいろしていたんですね、いろんな人に。はい。ただじゃあちょっと追ってみますねって何人かカメラで追ってくれたりはしたんですけど、やっぱ映画化ってなるとやっぱりハードルがかなり高いんで、そこまで実現に至ってなかったんですけども、今回川口監督って方がプロレス全く知らない方なんですけど、でもそれでも逆にプロレス全く知らないのが良かったのかもしれないですね、逆に。でそれでもう1年ちょっと密着して、それこそ葛西潤がヘルニアで欠場しますから、欠場してる間、コロナ禍の間で復帰をするところまで全てを追ってくれてるんで。でもやっぱりあれですよね、発信力ですよね。いろんな人に発信して、でだからこそそこにその応援をしたいと思う人とか、あとそれできますよとかやりますよとかいうふうにね、話が返ってくるという、計画された偶然ですね。おお、すごいいい言葉だ。はい、もう偶然は計算された、計画された偶然、計画をしてるんですけども、もう偶然がこう飛び込んでくるという。そうですね。そう、計画してるわけですよ、偶然を。あ、素晴らしい、いい言葉いただきました。いえいえ、とんでもないです。計画された偶然理論というね、理論なんです。呼び寄せの法則じゃなくて、なんですかね。ね、ありますでしょ。でも僕は前にここに来た時かな、春野さんに言われた10年一生懸命頑張ってきたことは11年目12年目で花が咲くよっていう言われた言葉をもうずっと信じて、それを励みにこの11年目を頑張って、今この12年目に入ってるんですけど、それがやっぱちょっとずつ花が開いてきたのが今回、コロナがあったけれども、この映画化とかそういうところにやっぱつながってるのかなと。もうね、私はね、もう花がね、こう開きたくて開きたくてうずうずしているような、そんな感じがします、私は。もう来年再来年ともっと大きな花が咲くような感じしますね。ありがとうございます。いやー、本当に楽しみです。いや、本当にありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後にちょっとファンの皆さんメッセージいただいて終わりにしましょうか。そうですね、はい、はい、まあね、コロナ禍とはいえ、フリーダムズはもう止まることなく、ね、突っ走っていこうと思ってますし、選手ももういつでも戦えるコンディションを、ね、整えております。見に来るお客様にも、ね、いろいろ選択肢はあると思うんで、例えばまだ怖いからじゃあ動画配信で見ようかなとかでもいいと思います。で、やっぱ生で体感したいからチケット買って会場に行こうでもいいと思います。ね、とりあえずまだ会場にはまだ行けないけど、とりあえずグッズだけでも買って応援しようかなでもいいと思いますし、はい、でコロナが落ち着いたら見に行こうでもいいと思います。はい、そこはもうこちらが選ぶことではないので、皆さんの方で選んでいただいた上で、ただこれからもプロレスリングフリーダムズは間違いなく面白くなっていきます。はい、どんどん目が離せなくなります。そこだけはずっと追いかけ続けていただければなと思います。はい、はい、我々はですね、もうコロナとかね、いろいろありますけど、精一杯これからも戦いますので、はい、今後とも応援よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、フリーダムズさんのですね、ホームページを見ていただければ、いついつ大会があるっていうのはね、全部見れますから、そこからチケットをね、購入いただければと思います。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後に行きましょう。プロレス大好き大集合！ありがとうございました。ありがとうございました。サブミッション。